さあ先手は高橋選手、うん、青いですね。青いですね。そして週末が見ましたね。もうこれはこの間、優勝した青白奇跡。そして小島選手はエルドラージが見えますね。そうですね、うん、まあ、やはり、レガシーならではといいますか、もう1ターン目に虚空の杯が出てくる、もう2マナランドがモダンの比ではないぐらい入ってるので、うん、1ターン目に2マナのアクションが、かなりの高確率で取れるのがレガシーならではの強みですね。モダンでもウギンの目が使えたときに2ターン目に難題の予見者だったり3ターン目に、現実を砕くものが出てくる展開はよくあったんですけど、レガシーだとそれがもう本当に高確率で起こるので、うん、さあまあ基本的にレガシーはやっぱり1マナのスペルが多いので、どのデッキであれ、1ターン目に X1 で国、チャリス・オブ・ザ・ボイド置かれるとかなりきつい展開を強いられます。さあ高橋選手はワンマリガンでスタートですね。ただ手札のバランスは良そうですね、うん、フォースウィルもしっかりありますし、相手のデッキが何であれしっかり戦えるような手札に見えます。さあいきなりエルドラジオミミックからスタート。さあこれはしかし絶妙な、しなぎ、うん、さあ高橋選手としては、少し序盤はフォースオブウィルを使って相手を減速させようという意図があったと思うので、ちょっとこのタイミングで魂の洞窟が出てきてしまったのは手痛い展開ですね、うん、さあしかし、うん、ここで総員の同士を引き込めたので、これはもうさっさと出してしまいそうですけどね。さあこちらはもうレガシーを代表する強力な白のクリーチャーですが、ちょっとねやはりエルドラージはサイズが大きいので、魂の毒素駆使して豪快に攻めてきますね。リアリティスマッシャー原則ダクモの、さあこれでミミックも5号になって、これで8点ですかね。高橋選手はもうここは週末を引かないとこの状況打破できないと考えてダメージが一番、うん、おーっと素晴らしい、ここしかないというところで、そうですね、もうこれは完全に引かないともう持たないということで、うん、今はダメージを一番減らすブロックをしたわけですが、見事に引き込むことに成功して、さあ対戦相手の動向を見守ります。さあこうなると手札にはちょっと小島選手土地が多くなってきてますので、そうですね、しかも裏切り者の都が多いんで、うん、この展開少しきついんですよね。これはまさかして、まさかまさかエイプかさあまあもう何であれプレッシャーをかけていこうと、ライフは9ですからね。レガシーのエルドラージは土地から2マナ出るものが多いので、ウギンの目の能力も、実はかなり使いやすい、ですがちょっと裏切り者の都だけそれが当てはまらないんですね、うん、こうなってしまうと土地を置き続けなければいけないので、うんうん、まあ、さっきの球は一回置かなくてもよかったかなって気はしますけどね、うん、もうこうなってくると小島選手としては、ウギンの目を起動したい展開が続くと思うのでさあ高橋選手ちょっと、魂の洞窟があるので油断はできませんが、手札の質はだいぶ向上してきましたね。今土地をしばらく引いてなかった間に手札かなり強くなっているので、ここからどうしのいでいくか。さあ今トップに週末を置いたんですが、先ブレと合わせてどうゲームプランを練っていくか。先ブレはドローが対戦相手のターンになるので、このまま週末を積んでいても相手のターンに、なるほど、ここで一回相手のトップをチェックして、
っとしかしこれは強いですね。ちょっと忘却巻きはこの展開、ウギンの目を起動したい小島選手にとってはもう喉から手が出るほど欲しいカードなので、これはシャッフルしてもおかしくないですね。さあチャリス・オブ・ザ・ボイドとその次の1枚ぐらいまでは許容できそうなんですが、これをどうするか。多分これをそのまま積むとしたら手札に瞬傷の魔導士が控えているので、忘却巻きが引かれる前のタイミングでもう一回叫びれをキャストして、高橋選手に忘却巻きは引かせないプランじゃないかなと思います。上の2枚はチャリス・オブ・ザ・ボイドをフォース・オブ・ウィルで弾くことができて、もう1枚は週末も合わせて対処できると思うので、まあよくばこのまま不確定要素を減らしたまま勝負を決めてしまいたいと、ところですかね。そうですね。またちょっとやっぱりダメージクロック的なものがないので、この後のゲームプランは、高橋選手どう練っていくのか見ものですけどね。ありがとうございます。確かにプレディクトでもいいですね。プレディクトでその忘却巻きを落とす、確かにそっちの方が全然いいですね。ポーテントとプレディクト、プレディクトで対戦相手のライブラリーも狙うことができるので、忘却巻きのタイミングでそれを落とすことも。さあここでドローはで、今小島さんのアップキープに、高橋選手の、先ぶれの能力でドローがスタックに乗っているところです。さあここで先ほど積んでいた週末をキャスト。さあ小島選手としては、チャリスを引いたんですが、もう引かされている状態なので、おそらくはまあ X1 か2で悩んでるんだと思うんですが、まあ、高橋先生はいずれにせよ弾きそうですね。さあこの後まあ使い道がちょっと少なそうだったので、さあこれでライフは3。小島選手次が作り変えるものですかね。これだとしたら、瞬傷を出して忘却巻きを落としつつ2ドローして、作り変えるものを相打ちにっていうプランで、さあ高橋選手がかなり盛り返してきたように見えますが、そうですね、これは今あのウギンの目が出てるので、強制的にこいつが1マナになってしまって、魂の洞窟は有色マナで使わないとあのカウンターされないという能力が使えないので、こうやって呼ぶことができないんですよね。今無色マナ1でしか呼べないので、で普通にカウンターと。さあこれで次のターン高橋選手はプレディクトで忘却巻きを落として、高橋選手よく見たら土地がかっこいいですね、基本地形が。さらに忘却巻きを指定して2ドローと、この動き強いですね。そうですね。
さあただちょっとダメージクロックはやはり遅いので、うん、ここからウギンの目が動き始めるまでにしっかり攻めていけるかどうか。こうなると今ウギンの目で一番持ってきたいのは何になってきますか。やっぱりまずは忘却巻きかなという感じはしますけど、マナがしっかり出るんだったら、1枚だけ入っていることがある、10マナの裏モグだったりも考えられますが、伸ばしていってからそういったところにつないでいく。そうですね、まずは安心してもウギンの目がしっかり起動できるようになるのが先決なので、うん、さあただライフが3なので現実を砕くものなんかも候補には入るとは思います。さあ現実を砕くものにしました。もうカウンターされないので魂の洞窟の能力でかなり対処法自体は限られている。そうですね、ゴブリンでもゴブリンの船長で軽くなってて緑マナを支払ってると場に出た時茶色を破壊するっていうクリーチャーがいるんですけど、その緑が払えないっていう事態がたまにありますけど、うん、さあ先ほど剣をスキニーは引いていたんですが、そうですね、なので現実を砕くもの1匹は、今のところ問題なく対処できそうです。さあ渦巻く知識強力な3枚がソードトゥープロシャスカウンタースペルプレディクト、さあこれで2点殴り始めて、もう2匹で黒クモ4点、今回小島選手引いてないんですけどイニシエの墳墓があるとそれを牽制する動きにもつながりますね、うん、さあ実手も追加、島を置いてコースビューを叩くとジェイスを今見えましたね。ここはもうクリーチャーをしっかり対処しきれそうなので装備品は無視。さあここでフェッチを切って今ジェイスも引くことができたので、おそらく剣をスキンで対処しますが、うん、もう結構高い選手かなり有利になりましたね、うん、今有利振りゲージがあるともう 8-2 ぐらいで、うん、さあここに現れるのはおそらく神ですね、あいつでしょう。おお、ちょっと分からないですね、これはさすがにそういうのどうしでしょうか、まあ、ただジェイスからで、最悪土地を引ければそれでも出ますし出さないという選択肢もあるんで、まあ、相手のライフはちょっと多いんで今あの裏切り者の都は消えたことで相手の7万円への到達もかなり遅れましてね、うん、さあどうするか、高橋選手は結構ブレインストームが好きなイメージですね、ゼロ能力をよく使ってるイメージです、うん、
さ不要なフラスターストームはすぐに戻して、このターンはあまり無理しなくてもよそうですけども、マナを構えて動いて次のターン満を持してメンターの方が手堅そうですが、さあ高橋選手手札はかなり強いです。あ、そうですね、スマッシャーが確かに一応追放ですね。さあこれを対処することはできるんですが、うん、ディスカードが必要なのでどちらを捨てるか。さあ対抗順を捨てて打ってた。さあ手札にはあの予期せぬ、すみませんちょっと名前が分かりませんが、そうですね、あれもあるのでもうほとんどパーマネントで困ることはなさそうですね。手札には瞬生の魔導士もあって、必要だあらば墓地の打ち消し呪文なども再利用することができます。さあそしてクリーチャーはもう総員の同士もいますし、ジェイスもあるので、あ、しかしこいつは始末までくない。まあただ現状ジェイスも、ジェイスのバウンス能力だけでも十分こと足りますし、その気になればすぐに即座に除去することもできます。さあそしてトップに戻しましたということはジェイスで下に送るのでしょう、なるほど、もうトップに乗っといてほしい、もう毎ターンだからあの動きをしてほしいと、まあ、実質今もうタイムワープみたいになってるんで、うん、次のターン呼んできたら、手札に何も引かなかったとしてもジェイスでバウンスすれば、小島選手が毎ターン、うん、あいつを呼ぶだけのターンが続くので、おっとさらにもうすることはないでしょうと、うん、て送る発展ですかね、もっといってますね、パンプが入ってるので9点。これはたまったものじゃないですね、この選手。さらにこれで対抗呪文を打って、うん、ダメージがもう足りましたね。さあまず1本目は高橋選手が勝利となりました。ギリギリでしたけど踏みとどまりましたね、うん、さあマリガン5の手札をキープ。さあこれは上々の手札ですね。お、イニシエの墳墓もありましたね。さあ水素のトゲ、これはなんとかカウントしたいでしょうね、気持ちとしては。うん、ただ手札に怪獣があるんでちょっとどうしたものかと。さあここは渦巻く知識を捨てて、細火石の力ですね。発展な決定しなきものですね。そうですね、もうしっかり魂の洞窟からもう打ち消し呪文をかいくぐって、さあ高橋選手は切り札となり得る基本に回路を引いてはいるんですが、この後の後続によってはちょっと出しても厳しい展開になってしまいますよね。まあ、ただ本当にもう1回以降動けなくなってしまうので、さあこれ何台の予見者があるかどうか。左にあるんですが出してくるか。来ましたね、受験者。さあここで公開されて、これはさすがに小島選手基本に帰るですかね。そうですね、7点クロックとはいえ、うん、
これでちょっと一気に寂しくなってしまった形の高橋選手ですが、さあただ予期せぬ予期せぬ素材になりましたね。で難題の予見者をどけてドローはできる、うんうん、さあここですね。うお、しかし手札がもう一枚難題がありますね。おお、うん、さあここで高橋選手はの有権者をどけてダメージを軽減しつつドローを進めていきます、うん、さあしかし小島選手このターンはかなり強いですね。ウエストランドを起動しながら難題の有権者、さあこれで2番目に移りましたね。コメントにもあったんですが、はい、まあ、最近はタッチ赤の奇跡はどうですかね。まあ、でもサイドボードだけは赤が入ってるってことは多いですけどね、うん、グレンハはもうレガシーにおいてかなり強いカードなので、うん、さあ週末もリムーブされてしまった。さあかなりこれで厳しくなってしまいましたね。盤面には2ターンクロック、そうですね、グレーン派を取ってない方が珍しいと思います。グレーン派を取ってないと同系のジェイスも大きな差が生まれますからね。片方だけもう打ち消すこともできるし壊すこともできる。特に着地してしまった後にやっぱ壊せないんで片方だけ、さあ小島選手一見まあ先ほど週末を抜いたのはどうでもよさそうに見えるんですけど、高橋選手が渦巻く知識を引いた時にトップに戻してもう一回キャストされたりするので、さあこれはちょっとマネが足りなそうに見えますが、出所の分投資でチャンブロック、さあライフは2まで落ちてしまったもののまだ週末を、うん、引き込むことができれば、さあそうですね、小島選手ももう高橋選手が、渦巻く知識から週末狙いというのは分かっているので、うん、このターンは力を貯める。バリスタ、バリスタ直接ダメージを与える方を選んだってことですかね。ウギンの目は無色だって何でもいけるんでしたっけ。そう、おー素晴らしい器用ですねこのカードは。そうです、ね、さあそして高橋選手これはかなり苦しいですね。盤面だけさばけばいい状態から手札のバリスタまで対処しなければいけなくなってしまったので、さあまずは週末ですね。ないということでここで塗料、
もう今のは小島選手にとってもう理想的な周りでしたね、うん、1ターン目からフォースビールを使わせるカードをしっかり出して2ターン目から魂の洞窟込みで攻めていく。ラウンド5フィーチャーマッチ、ゲームカウント1-1となりました。エルドラージ軍団強烈ですね。いや強烈ですね、本当にヴィンテージでも普通に暴れてるクラスのクリーチャーたちなんで、まあ、結構その、まあ、大きいものを高速で展開して相手の妨害もちょっとしつつ、まあ、ライフを詰めていくとできるので、レガシー始めてみたいという方にもおすすめのデッキなのかなと思うんですが、そうですね、1ターン目にチャリスとか置くともう相手が何もできずにそのまま勝ったりもありえますし、もしモダンとかで使っててカードを結構持ってるって方は参入もしやすいかなと思います。そうですね、まあ、ウィンの目などなどが使えてた時代から、まあ、やってる人の方なんかですね、はい、まあ、ちょっと裏切り者の都だけお値段がありますが昔を知ってる人からしたら信じられない感じにはなってますが、そこを乗り越えてしまえばね、楽しいレガシーライフが。まあ、ただこちらの土地は3枚とか2枚のリストもたまに見たりするので、うん、まあ、必ずしも4枚必須ではないかもしれませんね。やっぱ1ターン目に置きたい土地ではないので、うんうん、3本目は高橋選手の先行でスタートします。やっぱり大事なのは序盤ですね、うん、高橋選手さっきも、フォースオブウィルを打たなくていい展開だったとしたら、渦巻く知識で気温に回路を守ることができてたので、うん、さあショートサーチカードとかシアンなどのドローカードですね。これが3、まあ、ただちょっと不安はありますけどね、ウエストランドも効いちゃいますし、まずはいきなりシアン土地を積んできましたね。魂の洞窟からを使ってアメジストの時再び今度は通りましたね。さあ高橋選手は、土地が今2枚しかないので、試案を重ねて土地を探しに行く。このアメジストの時は軽量呪文を結構抱えている高橋選手からするとちょっと、そうですね、やっぱり動きが、まあ、エルドラージュを使うプレイヤーとしてはやっぱり1ターン目2ターン目にこういったパーマネントを展開して後に打撃力が高いクリーチャーを展開していく。2マナでシアン、さあ土地はあったんですがまさかのシマシマシマというまあ引くしかないんですが、さあ対する小島選手はしっかりダメージを与えられるクリーチャーを展開していけるか。またも果てしなき者さんを加えてミミック。さあもうかなり重量級ですね。何もしなくても5点は確定。
さあそして手札には現実を砕くものも見えます。圧巻ですよね。1ターン目にもう対戦相手が動きづらくなるパーマネントを展開して2ターン目3ターン目とこの展開力、まあ、ただやはり 週末はケアして動くかどうかは難しいところですが、さあまずは作り変えるものから入ってきましたね。まあ、なのでイメージとしてはもう週末を打たれた後に現実を砕くもので隙間なくプレッシャーを与えていく、うん、反対の予見者を出すかどうか迷ってるといったところでしょうかね。そうですね、やっぱり週末に対してどれぐらい踏み込んでいくか。おっとこのアメジストのトゲを一番上に、さあ高橋選手ここで動きやすくなったのはなったんですが、まずは渦巻き知識、週末は見当たらん。そうですね、今週末があると予報から即座に打つことができたんですけど、さあそして次のターン再び、アメジストもあるのでこれを落とすかどうか。ちょっとシャッフル手段もなさそうだったのがちょっと多分ですけど、小島選手は魂の洞窟で無色を出して普通に相手をキャストしたんじゃないかなと思います。あの先ほども説明した通りやっぱり有色にしちゃうとキャストができないので、さあ高橋選手このターン どうするか。予報でアメジストも落としそうですけどね、ちょっとライブラリーのトップが弱いので、うん、自分のライブラリーのカードを落としてドローしたいという思いもあるとは思うんですけど、さあどうするか。剣をスキニを作り替えるもの、うん、そうですね、少しミラクルが不利と言われてますが、さあスタックル対応してドロー進めていきます。さあこれが着地、ジェイスで反撃ができるかというところですが、ちょっと厳しいですね。やっぱりアメジストのトゲもかなり効いてるので、春章の魔導士を構えてくるような感じですね。そうですね、ちょっとジェイスでは厳しそうなので、ただ小島選手もずっと週末をケアしてここまで、貯めてきている現実を砕くものがあるので、さあいつキャストするか。Thank you.
そこでダメージクロックを一旦消す。さあここで盤面が空のままターンが返ってくると高橋選手としてはジェイスをさらちに出せるようになるので助かるんですが、ここでここは春書の魔導士多分ですけど手札に現実を砕くものがあるはずなので、神ジェイスが出てきたとしても即座に落とすことができる。で、バウンスされたとしてもその後もう一回出し直せばいいので、しかもこれは高橋選手からすると結構現実を砕くものはないように見えてると思うんですよね。ここまでずっと溜めてる、小島さんのプレーが光るんですけど、高橋選手からすると見てない上でトップを封じてるんで、普通に考えるとここで現実を砕くものが来る可能性はかなり低く見えてると思うんですよ。さあなのでここで現実を砕くものでジェイスを落とすことができれば小島選手グッと、さあこれは現実は持っていないか、持ってはいそうだったんですが何体の有権者を選んできましたね。私の着物22でしょうか。さあおおす、これはかなりいいドローですね。バウンスしてさらに2体、総員の同士から、アメジェストのトゲを割る怪獣と動くことができるので、さあ次のとはしっかりジェイスを守りながら、選手盛り返せそうというところまで来ていますかね。そうですね、現実を砕くものがあるかどうか、あるとあるのかな。やっぱりちょっとジェイスが死ぬと厳しいですね。ちょっと宇田は別に強くないので、現実を砕くの今は持ってますね、わからない、もしかしたら今引いたかもしれないですけど、今のドローが僕の杯だったので満を持してというところなんですかね。さあタカジ選手としては、手札がかなり弱いので、次のターンジェイスの3枚ドローがあるかどうかは大きそうですが、仮に両方本体だとしたら、アメジェストのトゲを割ってトークンを出して、三歳になった総員の同士で22を止めつつですかね、5点はする。さあしかしジェイスが生き残った状態でターンを迎えられそうです。ライフは2まで下がってしまいましたが、さあここはかなり高橋選手にとって勝負どころですね。マック知識を吹きましたが、いいですね、もう呪文が連打できれば総員の同士と、そのお供で現実を砕くものでさえ止め切ることができると思うので、まずはブレインストーム、強いですね。ここで総員の同士を出しながらさらに2回呪文を最低でもキャストできる。
小島選手の手札には、先ほど手札に戻した難題の予見者がいるんですが、まあ、ただこのターンは渦巻く知識で手札をある程度スタックで整えることができるので、さあついに攻撃し始めました、さすがに同士が2体目もうこのクリーチャーの支配力、もう支配力というか生き残ったら数ターンで必ずゲームが終わるぐらいのインパクトがあるので、さあここに対応して、さあこうなると強い、もう一気に2体ずつ、さあもう仮にライブラリのトップに回答がなかろうとも盤面はしっかり受け切ることができるので、さらに特殊追加、これ大変ですね結構今出たやつらは能力、プラス1能力が使われてないと、さあちょっと、呪文は3枚あるんで隠しきれないんですが、今いらない呪文を選定している状態、さあここで高橋選手ジェイスを上に積んだように見えたので、ジェイス今場に出ている方で難題の予見者をバウンスしてジェイスを出し直して全体を強化して一気に、とんでもないですね、もう何点あるかわからないですけど、呪文2回を唱えられるのは確定しているので、さあこれをバウンスしてドロー、そしてあー先ブレも引いていると、4、8、こいつらが3、3、5、15の23点ぐらいありそうなんで、ジェイスでバウンスして先ブレ打つとそれで足りてそうですね。さあバウンスして、これだけで23点確定していると思います。さあここですごいセットです、ね、さあラウンド5レガシーラウンドの幕開けは、恐らく奇跡を使う高橋優太選手が勝利しました。おめでとうございます。総員の同士はすごい、ね、凄まじいですね、